はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。高校数学全パターン化奇跡領域編第2弾。今回、第1弾では、点 P、奇跡上の点 P をラージ X ラージ Y と言って、ラージ X ラージ Y の関係式を出すよっていう風に話したと思うんですけど、じゃあその式を出した時にパラメータが出てきたらどうするのか。それについてお話ししようと思います。で、今回はお話しする内容を実践してもらえれば、まあ意外と6割ぐらいの問題は解けるんじゃないかなと。あれ奇跡領域ってこんなもんだったっけっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなと思います。まあぶっちゃけセンター試験だけだったらこれだけで十分じゃないかなとも思うので、ぜひマスターしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。高校数学全パターン化奇跡領域編。今回はパラメーターが出てきたらの文字消去編ですね。はい、これがパターン化の全体像。前回は奇跡上の点をラージ X ラージ Y と置いてその関係式を作る。これをやってきたと思うんですけど、パラメーターが式の過程で出てきたらどうするか。ということで、パラメーターを消去するっていう話をしていきます。あ、これ×って書いてあるんですけど、×じゃないですね。必ず押さえておいてほしい。ちょっと誤植でした。必ずでした。パラメーターを消去する。必ず押さえてください。はい、問1。t が実数値をとって変化するとき、点 p、t-1、t2 乗プラス 2t の奇跡を求めよう。まあ、これどういう問題かというと、はい、xy があったときに、例えば点 p の t に1を入れたら、x 座標は 1-1 で0、y 座標は1の2乗足す 2×1 で3と。だから0、3に行きますね。これ t イコール1のとき。じゃあ t が2のときはって言ったら、点 p の x 座標は 2-1 で1と。で、y 座標が2の2乗足す 2×2 で8と。だから1、8を通りますね。ちょっともう突き抜けちゃってる。18みたいな感じで、こんな感じでプロットしていくんですね。プロットしていった時どういうグラフを描くんだろうっていうことを、わからん、はい、っていうことを求めてあげるということですね。ということで、前回のパターンに基づいてやってあげましょう。点 P ラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X ラージ Y の関係式を求める。点 P ラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X とラージ Y の関係式を求める。はい、簡単ですね。もうパターン、テンプレ。じゃあ何をするか。ラージ X は t-1、ラージ Y は t2 乗プラス 2t、 そのまま立ててあげればいいと。はい、パラメータ t、 要はラージ X とラージ Y 以外の文字が出てきちゃうんですよね。 t、 こいつら、こういうパラメータが出てきたらどうすればいいのか。パターン、はい、ラージ X とラージ Y 以外にパラメータが出てくる、その時はパラメータを消去する。消せばいいんですよ。ラージ X とラージ Y の関係式を求めたいのであれば、それ以外のパラメータが出てきたらそれを見なかったことにする。消してあげるっていうことがいいわけですよね。ということで、この丸1から t イコールラージ x プラス1にして、それを丸2に代入して消去してあげる。はい、これで t はなくなった。ラージ x とラージ y の関係式が求まりました。終わり。はい、これを整理してあげて、 y ラージ y イコール x2 乗プラス 4x プラス3なので、まあ戻してあげると、求める奇跡は y イコール x2 乗プラス 4x プラス3という風に求まるわけです。簡単ですよね。ラージ X とラージ Y の関係式を求めたいから、パラメーターが出てきたら、パラメーターを消去して、ラージ X とラージ Y の関係式にしてあげればいい。っていう流れですね。はい。ということで、今回パラメーターを消去するっていうことを押さえていってほしいです。あ、もう一回。必ず押さえておいてください。必ず。もう一問ぐらいやっておきましょう。Y イコール X2 乗。乗を動く点 P について、点 A と点 P の中点 M の奇跡を求めよう。はい。y イコール x2 乗のうちの x が0以上の部分と点 a、40の中点ですね。こいつが点 p が動くとどのような動きをするか、どのような軌跡を描くかっていうことを求めると。同じ。中点 m の軌跡を求めると言われたら、ラージ m の座標を xy と、で、xy の関係式を求める。終わり。あとは式を立てる。式を立てるときに、ラージ x とラージ y の式か、こいつの式か、ラージ m の式か、あ、点 m の式か、点 p が動いて、その点 p に依存して m が求まるわけだから、点 p の座標をパラメータを用いて表してあげる。すなわち、点 p の点を t、t2 乗。この t っていうパラメータを使ってあげると、点 m も簡単にそのパラメータを使って求めることができるということがわかるわけですよね。ということで、パラメータを用いて出してあげれば、あとはそのパラメータを消去してあげればいいので、もう道筋が立ったと。点 p をパラメータ t を用いてあげると、まず x が0以上っていう、この条件から t が0以上じゃなきゃいけないっていう縛りがある。その上で ap の中点が m にあるので、2分の t プラス4が m の x 座標の x、2分の t2 乗が y ということが簡単にわかるわけですよ。で、あとはここから t を消去してあげればいい。で、丸1から t イコール2ラージ x マイナス4になりますよね。2払って移行すると。で、こいつを丸2に代入してあげる。で、注意しなきゃいけないことは丸2だけじゃないですからね。
t が0以上には代入してあげなきゃいけないと。要は t を見なかったことにするわけですよね。t を見なかったことにするわけだから、t が含まれているものを全部に代入して、全部入れ替えてあげるというわけですよ。ということで、t が0以上と、この丸2に代入してあげると、丸2のはこれになると。で、t が0以上の方は2、ラージ x 引く4が0以上になるというわけで、これを整理してあげると、こういう風になるので、戻してあげて、y イコール2かっこ x も引く2の2乗、で、x が2以上っていう条件になりますね。だから、まあ、こんな感じになるというわけです。はい。これでパラメータが出てきたら消去するっていうことは抑えてもらえたと思うんですけど、じゃあ、他の問題の演習を積んだ時に、どのようにして勉強してあげるかっていうことを今から話します。結局の流れっていうのは、式を立ててあげる。で、そこからパラメータを消去してあげる。この2ステップなので、じゃあどうやって式を立ててるのか。で、どうやってそのパラメータを消去してるのか。その2段階に分けて、しっかりと解説文を見てあげるということですね。この問題で言うと、ここまでが式を立てていて、これより下がパラメータの消去と。だからどうやって式を立ててんだろうな。あ、こうやって式立てたのか。なるほど。で、あ、どうやって消去したんだろうな。あ、こうやってパラメータを消去したのか。この2ステップに分けてしっかりと問題を見てあげる。自分がどっちで詰まったんだろうっていうことをしっかりと分析してあげることが重要なわけですね。それでは、これで全部の問題が解けるのか。まあ、そんなことはないんですよね。じゃあちょっと何問か例を挙げてみましょう。例題1。点 P、T2 乗、T4 乗の軌跡を求めよう。え、簡単そうだな。点 P、T2 乗。まあ、ラージ X、ラージ Y とくと、ラージ X イコール T2 乗、ラージ Y イコール T4 乗になるから、パラメータを消去。ラージ X イコール T2 乗を代入すると、ラージ Y イコールラージ X の2乗っていう風にできますよね。うん。答えだ。ではダメなんですよ。実は、t2 乗って0以上じゃないですか。だから large x って絶対0以上じゃなきゃいけないんですよね。ということで large x が0以上でここまでが答えなんですよ。なるほど。まあ消去して要は large x の範囲を考えてあげたのか。あ、一応これ戻してあげるとこうなりますね。はい。それでは次の問題。例題に s2 乗プラス t2 乗イコール1を満たす st について点 p の軌跡を求めよう。まあ点 p を xy と置く。もうスモール x スモール y にしちゃいますけど、スモール x スモール y と。x イコール s プラス t、y イコール st ですね。で、s2 乗プラス t2 乗イコール1っていう関係式があるから、あ、こいつ消去してあげればいいじゃん、と。s プラス t の2乗引く 2st イコール1っていう風に置けるので、こいつを代入してあげると、x2 乗引く 2y イコール1だ。だから y イコール2分の 1x2 乗引く2分の1だ。終わり。っていう風にはしちゃダメなんですね。実は、これ、x2 乗引く 4y が0以上みたいな条件がさらにかかってくるわけなんですよ。ん？こいつ何なんだ？有名なのが解と係数の関係を使って、この条件を出してあげるみたいなことあると思うんですけど、あ、何かしらの縛りがかかってくるのか。で、ぶっちゃけその都度その都度、こうやって t2 乗とか st プラス st とか出てきたら、何かしらの縛りがかかってくるっていうことを、その都度覚えればいいかと思うんですけど、でもそれじゃ何も面白くない。それで乗り切ろうっていうなら、まあ、それはそれでお任せしますが、もっとこれをすべて当たり前、もう必然的にこれを書かなきゃいけなくなるような考え方あるんですよね。絶対これが出てくる。どう考えても出てくるんですよ。っていうのが次の話になってくるんですけど、例題3見てみましょう。直線 y イコール 2tx プラス t2 乗の通過領域を求めよう。じゃあ、その領域内の点を large x large y と置くと。そしたら、large y イコール 2t large x プラス t2 乗になりますよね。関係式出た。t を消去。t を消去ってなりません？こんな一つしか式なくて t 消せないですよね。もうダメだと。もうダメ。t を消去できない。できない。はい。できない。ということで、これらの例題1、例題2、例題3を統一的に理解できる。そのキーワードが存在条件と同置性なんですね。ということで、次回、存在条件について話していこうと思います。はい。パラメータを消去するっていうのは×。必ずだと言ったんですけど、あんなん嘘ですよ。×ですよ。必ずなんてないですよね。×です。ぶっちゃけ、まあ、センター試験レベルくらいだったらもうパラメータを消去するでなんか対応できちゃうので、そこで理解してもらってもいいんですけど、本質を知りたい方、難関校を目指してる方とかは必ずパラメータの存在条件を考えるっていうことをしっかりと意識してほしい。ということで、次回、パラメータの存在条件っていう話に移っていこうと思います。それでは次回の動画も楽しみにしていてください。それではまた。